NF パンチ音楽のす,すめ、えー、皆さん今日はよろししくお願いしまどんなテーマでやるかといいますとなぜラブソングが多いのかというテーマでちょっとお話をしていきたいなと思うんですが、まあ、皆さんなりにまあ今日集まっていただいたのでなぜこうラブソングが多いっていうふうに思っているのかっていうのを一人ずつ意見を聞いてみたいんですけどじゃあ阿部から。はい 恋愛ってそんなにいいものなのかって思ってて、<ー>で、僕はもう恋愛経験がなくて。ああで、恋愛経験がないっていうのは、あの付き合いしたことがないっていうことだけではなくて。うん、えっと、そのなんていう、片思いとか、そういうのもほとんどないですよ。ああそんなに好きにな、人好きになったことがないみたいな、うん、どうしたらいいですかね。<laughs> <laughs> ねい,やいや、それ、違うんですけど、うん、それで、だからラブソングってそんなに。 だから自分のことは歌ってくれてないのねはあみたいな思ってたんですよ。なるほどね。<う>あ,あ,あ,あお前らやってるなみたいな感じで聞いてたん、はあはあ、ですけど恋愛をやってる気で聞いてみようと思,う思って聞いてみたら、はあ,あ,、はあ、あこれ楽しいのかもしれないと思って、はあ、<laughs> そ,れそれで街中歩いてると結構みんななんか気づいたんですけどみんな付き合ってたんですよ結構。 こんなに町田が付き合ってる人いるってことは<の>こんだけラブソングをの楽しみ、うん、あの実感持って楽しめてる人がい,る、うん、いっぱいいるんだと思ってここにはどのくらいいるんですかね。うん、口は いいますじゃあいますめっちゃ楽しいってことですねラブソング聞いててそ,うんその時の <laughs> 状況にもい <laughs> 楽しくな,いなんかやっぱりその時の気分によって聴きたいラブソングっていうの変わってくるんですよね。本当に付き合い方で幸せでーーっていう時はもう本当に「ハピネス」みたいな感じのもう幸せな歌詞しか書かれてないやっぱりラブソングを聴くだけでやっぱりもう。 なんて言うんですかね自分の気持ちももっともっと満たされるしなんですけどちょっとこう倦怠期とかが来ててマンネリカとかしてる時はちょっとやっぱり切ないラブソングを聴きたくなったりとかそのラブソングの中にも一括りでラブソングって言ってもやっぱりすごい失恋した歌とかその恋人になったばかりの歌とかあとは家族愛とかも歌ってる愛そのラブって言っても恋愛だけじゃなくて愛を歌ってる曲っていうのもその家族愛とかを歌ってる愛のラブソングもあるので。 まあ、その時によって聴きたい曲っていうのも変わってきますね <laughs> その時の精神状態であそうなりましたで,でもラブソングってその恋愛してる時も聞きたいなんか僕は逆にその失恋して悲しい時とかにその悲しさを爆発させるためにラブソング聴きたいみたいな気持ちだったらちょっと分かるんだよね。うん、どう えっと恋愛してる時も聞きたいなっていうふうに私は思います、ね、あそれは何こうやっぱり私はもう最高幸せ <laughs> 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 この幸せをあこの歌がさらに幸せをご祝福させてくれるわみたいな感じあ、それも多分あるかなって思うんですけど、うんうん、自分の気持ちをそうですねさらに高めてくれるという意味でいいかなっていうふうに思いますうまくいってる時はその 幸せで嬉しいっていう気持ちを歌った歌を聞きたいし、うん、別れた時はやっぱり失恋を歌った歌が聞きたいし、片思いの時は片思いを中心に歌ってる歌がいいなっていうふうに思います。つまりこう自分の気持ちを代弁してくれるっていうことね。うんうん、そうですね。はいあ。なるほど。平野は、うんなんか私はそもそもラブソングっていうジャンル。 みたいのは存在しないかなっていう風に思ってて、なんかラブソングって言い方が音楽を。なんかセメントで塗り固めたような、なんかううガチッとしたものに感じるんですね。なんていうか。人っていろんなことを感じて感性もあるし、それを。こと、あの苦しみとか楽しいこととかを。言葉っていうなんか、いろんな種類の洋服に。なんか。かぶせてる。 もの音楽ってそういうものなのかなっていうふうに考えてるので何だろうまとめづらいんですすけど、うん、そんな感じですんでも何かそもそも音楽を聴きたいって思うタイミングって人それぞれだと思うんですけどやっぱりも自分の気持ちをこう代弁してくれるとやっぱ音楽に対してこう気持ちが入っていきやすいじゃないですか。うん、で僕 音楽を作る人間として、たまにやるあのリサーチ方法があるんですけど、喫茶店とか行って、あのぼーっと一人でコーヒー飲みながら周りの会話聞くんですよ。すると、まあ約90パーセントが恋愛かあの仕事の愚痴。みんなこの二つの話題しかしてないんですよね。その種類は違えど、つまり恋愛ソングが多いっていう理由は、まあ。 恋愛ソングっていうカテゴリーはどうかまあ置いといてですよ、あのー、恋してる人が多いんだなとうん、うん、恋してる人が多いからそれに対して気持ちを代弁しようとするミュージシャンが多いっていうのかなっていうふうにだから本当に世の中って恋してる人と恋をしたい人とあと会社を辞めたいい人が多い本能ですよね、うん、ある種。うんうん